まもなく黄色い線の内側に下がれ。黄色い線の内側までお下がりください。ライブバトル。それじゃあカウント始めるぞ。5秒前、4、3、2、1。ああ、やれやれ。8200と互角にダッシュするなんて、ワタルさんの8500すげえや。俺の4051も全剣上がりだけど桁違いだよ。そりゃそうだろう。神戸電鉄で五木君の友達の2000に負けたことが相当ショックだったみたいで、ほとんど同じ車だからなおさらやな。そんな時に東急のいとこに誘われて、廃車予定の8500系も自由に使っていいって。予算はなかったけどね。兄貴はすごく満足してるよ。前の2800よりも戦闘力上がったって言ってる。新シリーズはゴープリンセスだって。新しい出発にふさわしいタイトルだね。ほんとやめてくんないかな。聞いてねえし。地上に出れば軌道はヘビーウェットだ。どんなに軟弱性能があっても 3VF では出力を全部使い切れない。短い路線だ。慣れないコースでどこまでモチベーションを保てるか。スタミナならお坊ちゃんに負けないで、ゲロ吐くところまでとことんやろうや。勝負だぜ。ストリートファイトはハートの強い方が勝つんだ。前衛の編成は前衛突進にマッチしてるんだ。扱いやすいパワーってわけさ。それにしても上手くなってやる。鉄骨もそうだ。短期決着ってわけにはいかないぜ。楽に勝たせてくれるなんて最初から考えてなかったんだ。腹くくっていくぞ。そうだ、私ね、免許取ったんだよ。え、そうなの？ひょっとして所定ひな鑑別士免許？違うよ、防臭電気車操縦者免許だよ。何それ。みんな騙されないで。そいつ偽物よ。8500についていくのは並大抵のことじゃないぞ。強固の時も思ったけど、マスコン操作が本当にうまい相手だぜ。このバトルもつれるかもしれないが、だけど長引けば長引くと渡るにとっては有利なんだ。ケイスケさん、やっぱすげえや。少し話したいことがあるんだけど。独特の駆動音、主弦動機に伴奏してるな。藤原の2000回と同じコンセプトか。そういや、2000回のからくりを見破ったのもこいつだったな。田園都市線でこのコンディションじゃうんざりするほどドンピシャだぜ。こいつは厄介かもな。よくついてる。波のドライバーは2系で自滅してるぜ。高出力電動機は濡れた軌道は難しい。何をしてやるぜ。ここは踏ん張りどころだ。頼むぜ8500回。甘いぜ。8500回全 M 編成の投範力をなめんじゃねえぜ。一つだけ聞いてみたいことがあるんだからな。はあ、ひょっとして地下に入ってすぐ横に並んだ時のことですか？そういうことじゃないんだよな。
抜いたり抜かれたりの駆け引きには疎いし、正直言って興味もない。俺が知りたいのは単純にモチベーションの強さがどっから来るのかってことさ。雨をものともしないあの高いモチベーションは一体どこから湧いて出てくるの？そう言われても特別なものは何もないですけど、俺だって雨は怖いしめちゃめちゃビビりながら走ってるんですよ。いや、俺が言いたいのは雨が怖いとか怖くないとかそういう次元の話じゃない。雨の怖さを理解した上で限界ギリギリのプッシュを続けるのは神経をすり減らす作業だからな。長い時間集中力を持続させるためには並外れた精神力のスタミナがいる。モチベーションっていうのはそういうものだと思う。俺が言ってる気持ちの強さってのはそういう意味なんだ。俺の経験から言えば、質の高いモチベーションは質の高い目的意識がなければ生まれてこない。ただ楽しいからとか好きだからという理由で走ってるだけじゃ無理だ。プロとアマチュアの差はそういうところにある。お前の走りはプロっぽいんだ。それが俺には不思議でたまらないぞ。え、プロっぽい？俺がですか？プロといえばプロだ。だいたいわかった。前のお前が切れてたかもしれないけど、ここのところで君がマッコンワークの自分が役に立ってくる。少しは我慢だ。何とか勝ったくらいは俺も絶対に勝つ。うまいもんだぜ、超高等技術のマスコンワークだ。いつの間にこんなに上手くなりやがった。だが俺の作戦に狂いはない。ここで引き離す。差は全くない。完全に追いつかれた。そう言われてもな、自分ではよくわからないんです。もっと上手くなりたいという気持ちはいつもあるんですが、プロっぽいというならプロジェクト D の他の人たちの方がよっぽどプロっぽい仕事をするから、俺はとにかく足を引っ張らないように必死で走るだけです。そうか、やっぱ環境なのかもな。俺はここんとこ精神面ではスランプ気味だったんだな。何かヒントになることはないかと思って、早いやつに会うとあれこれ聞いてみたくなるんだ。邪魔してない？モチベーションか。そういうのをあんまり意識しないでここまでやってきたからな。プロジェクト D の一員として動いていれば自然にやる気も出てくるし、チームそのもののモチベーションが高いってことかもしれない。バトルになれば凌介さんのために勝ちたいという気持ちもあるけど、一番強い気持ちは同じチームのあの人に負けたくないという気持ちなんだ。来たぞ、完全にスライスだ。あの速度で突っ込む気か。マジかよ、止まれるんだよ。
これどうなるんだ。俺に聞かれても。ちょっと電話してみろ。ああ、何やってんだ。早く結果を教えてくれよ。どうした、何かあったのか。いや、それが。これを見てくれ。